チャールズ・デイビッド・キー・リングは、アメリカ合衆国の科学者。カリフォルニア大学サンディエゴ校、スクリップス海洋研究所教授。1958年からハワイのマウナロア観測所にて、大気中の二酸化炭素濃度の精密な観測を継続的に実施し、二酸化炭素濃度が長期的に増加していることを世界で初めて突き止めた。 この二酸化炭素濃度と年代の曲線はキーリング曲線と呼ばれ世界で高く評価されている。キーリング曲線ペンシルベニア州スクラントンで生まれる。1948年にイリノイ大学を卒業。1954年ノースウェスタン大学で科学博士号を取得。1956年にスクリップス海洋研究所に入るまでカリフォルニア工科大学で 地球科学の博士研究員を務めた。ロジャーレベルの勧めもあって、キーリングは1958年より、ハワイのマウナロア観測所で二酸化炭素濃度の計測を始めた。1960年までに濃度が季節的な周期変動をすることに確証を得て、1961年に、今日ではキーリング曲線として知られる二酸化炭素濃度の長期的上昇を示す資料を、 作成した。1960年代初期に全米科学財団は彼の成果をルーチンワークであるとして研究助成を取りやめた。このマウナロア観測所での大気中の2、酸化炭素濃度の計測期間は世界最長であり、中間対流圏における長期的変動を示す信頼のある指標だと考えられている。この計測データによると、 二酸化炭素濃度は1958年には 315ppm であったものが2005年には 380ppm と増加している2005年モンタナ州の自宅にて心臓発作で死去 A.B. ローズカヘレビファインドザインキンビニアントトゥルース花法、2009年11月23日閲覧 C. キーリング史死去地球温暖化現象研究の 先駆者2009年11月23日閲覧。ありがとうございます。